こんばんは。7月27日午後4時になりました。第248回のしゃべくりましょうです。今日の松代なんですけども、予想最高気温は35度だったんですけどもね、今お聞きしたら35度5分まで当たっている5分高かったそうです。ということで、今日仕事から帰って慌ててさっき読んでね、新聞見たんですけども、昨日東京の調布市ですかね、小型飛行機ですかね、墜落して、でその記事夕刊に載ったんですけども、なんかパイロットのその養成所の許可ない、無許可でなんかね営業したというようなことで、まあ亡くなった人はまあしょうがないとしても、巻き添えのね34歳の女性の方、本当にお気の毒ですよね。なんか新聞にも書いてあったんですが、なんか引っ越し来て1週間前に引っ越し来たって、その人生のね運不運っていうものがね本当に分かんないんですよね。ということで、まあそのパイロットの方はまあ別として、犠牲になった女性の冥福をお祈りしたいと思います。ということで、今日はですね、こちらにですね、町の公民館の館長の竹内行さんにお家いただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内さんね、今年の4月から館長さんに就任されたと、はい、いうことなんですけどね、はい、はい、はい、この4月から伝統ある町の公民館館長ということで就任をいたしました竹内幸雄であります。元より災学被災の私でありますけれども、まあ、この伝統ある重責が務まるかどうか心配でありますけれども、まあ地域の皆さん方に支えられながら一生懸命努めてまいりたいというふうに思ってます。よろしくどうぞ。はい、まあ、先ほど何回も、ね、申し上げてしてたんですけど、はい、4月からだということなんですが、それ前も館長さんだったんですか？そうですね、私の場合は真っ白へ来る前にはやはり長野市立の芹田公民館、これは若里にあるんですけれどもね、ここに5年ほどお世話になっておりました。公民館になる前にはですね、消防という、まあ、職業についておったんですけれども、それから辞めて、やることがないというようなことでですね、お願いしておったところ、公民館長どうだというようなことでお話がありまして、38年勤めた消防から、要は社会教育、障害学習の場というようなことの公民館に、就職というかですね、嘱託として、勤めたわけなんですけれども、全く畑違いの場所でありましたので、行ったばかりにはちょっと苦労したわけですけれども。そうでしょうね。はい、館長さんということなんだけども、はい、その38年勤めた消防局ですかというと、やっぱりいろいろ、非決だけじゃなくて、いろいろなね、その予防からレスキュー隊からあるんですけども、はい、どんなようなところに？私の場合はですね、町の消防署にも、お世話になったことがあるんですけれども、消防の仕事と知れば、一つが真っ白の、この間も真っ白の長町というところでですね、大変大きな火災がありましたですけれども、火を消す、消防隊が一つですね、それと病人あるいは怪我人を病院に搬送する救急隊、それから火を出さなくするためのですね、予防係というのがあるんですけれども、その他に、オレンジ色の服を着て活動するレスキュー隊、救助隊があるわけですけれども、私の場合は一応それ全部やらさせていただいたんですけれども、はい、竹内さん、その、ね、全部の部署といいますか、そうされたそうなんですけど、なんかこうその中で怖い思いというのはあったんですか？そうですね、隊員で活動してた時は怖いと思ったことはなかったんですけれどもね、一応だんだん熱が立ってきますと、
まあ、当直指令指揮隊をやらされたんですけれどもね、うん、その中でやはりあの喫起下がりの若い隊員が現場に行ってですね、まあ、行動するわけなんですけれども怪我をさせないように、まあ、その辺が一番あの神経を使ったところでありますけれどもね、はいはい、そうですか、はい、まあ、そういうようなことの中で、まあ、今その消防署で一番記憶に残ってるってのは、まあ、あの一番記憶に残ってるっていうのはあのこの間も善光寺の御開帳が終わりましたですけれども、まあ、大本願の火災ですか、ありましたね、まあ、それと地月山の大崩落、そうですね、まあ、この辺がやっぱり一番記憶に残っておりますけれども、はい、そうですか、やっぱりあの大変ですよね、あれね、まあ、まあ消防っていうのは常にまあ危険と隣り合わせ、そうですよね、まあ、そういう職場でありますけれども、私も前知ってる方がねいらして、その今の地月山でね、はい、救助隊に加わった方いらしたんですけどね、はい、本当にもう震えたって言ってましたよ、あ、はい、自分もそうだしね、はい、その部下ですか隊員ですか、はいはい、その入れっていう指令するときにね震えたって言ったんですよ、 あの隊員が死んじゃうんじゃねえかとか、うん、あの帰ってこねえんじゃねえかっていうね、もう俺の一言で入ってくるっていうね、本当にね、うん、自分もそうだけどもねすごくね触れたって言ってましたよ、本当に大変ですよね、はいはい、いや本当にご苦労様でした、ということで、古民館の館長さんなんですけども、古民館のお話なんですけども、前のね、はい、スリッタ古民館に出した、はいはい、そのスリッタの古民館っていうのはどんな古民館なんですか。そうですね、セリタ地区っていうのも先ほどお話した通り、若さと、まあ、新古民館の、場所はですね、新大の工学部より若干東に来たところにあるんですけれどもね、まあ、建物は非常に古い建物です、うん、しかしながら、まあ、あの裏にですね、80台収容の駐車場がございまして、まあ、そこが魅力の一つですかね、うん、まあ、あの年間5万人近い、まあ、利用客があります、うん、まあ、そんで、この瀬田地区っていうところはですね、うん、人口的にも長野市の3番目ですか、まあ、飯山市と同じ、2万7000人の人口があるんですけれども ね、まあ、非常にいろいろな意味で活発な地域でありました、はい、でも中心部ですね、そうですね、中心部ですね、あそこら辺だとビッグハートじゃない、ビッグハート NHK、 そうですね、あそこから少しありますよね、寝台の方行ったところにあるわけですけどね、はい、そうですね、で、まあ、館長さんということなんですけど、その館長さんになられてよかったなんていうことありますかね、そんな気持ちは。そうですね、まあ、私が一番感じたのは、やはり地域のいろいろな人たちとお付き合いができたということなんですけれどもね、それと同時にいろいろな、まあ、講座を通してですね、やはり自分も勉強をさせてもらったということです、何か自分も人間の幅が広がったかなっていうふうにちょっと感じる時があるわけなんですけれども、そんな感じです。ああ、はい、そうですか。あとその良かったなんか他にはあります、その良かったな、まあ、なんてことは、まあ、特に今回真っ白においでになったけど近くていい、それはいいよね。まあ、そうですね、結構ね、時間はかかりました、まあ、うち出てから40分ぐらいはかかるんですかね。自転車で、いやいや、自分の車で行ったんですけれどもね。あ、セリタはね、はいはい、セリタはね、松代は、松代は歩いてきて40分。いやいやいや、そういうわけにもいかないんですけれども、確かにね、セリタと松代じゃ1時間ぐらい出る時間が違います、ね、ですよね。で、その間何してるかというと、自分の趣味のやっぱ植木かなんかね、朝1時間ぐらいはいじれると。いじれると
ハサミを使ってパチパチできると、まあ、その一番楽しい趣味の話はね、後にまあお聞きするとして、はい、その公民館、松代の、ね、公民館なんですけども、はい、松代は職員の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？うちの松代公民館は5名です。で、まあ、あの係長がいわゆる本職、まあ、市の職員なんですけれども、まあ、私が館長ということで嘱託、うん、それであの、はい、後の3人が臨時さんというようなことです、うん、で係長と私が男男性で、はい、後の3人は女性ということなんですけれどもね、うん、まあ、なんといっても皆さんいい人ばかりでですね、風通しが良くて毎日和気わいわいと過ごしております、まあ、そんな状況であります。で今更と言われそうなんですけどもね、公民館の目的っていうのは、はいはい、なんかどういうこと？まあ、公民館はですね、出会い触れ合い学び合いというふうに言われてまして、まあ、あの人生豊かな人生を送ってもらうということが一つの目的なんですけど、それにはいろいろな講座を通して、まあ、いろいろな勉強あるいはあの技術的な習得もしてもらうんですけれども、まあ、それよりもまずですね、まあ、出会っていただく中で良いお友達を大勢作ってもらうと、なるほどね、まあ、これがあの地域づくりあるいは地域の活性化につながるというようなことでですね、まあ、公民館活動目的というのはそこに一番重点を置いて、まあ、やっておるわけなんですけどね、うん、はい、やっぱりそこら辺が一番こう気にして。そうですね、はいはい、なんですか、分かりました。ぜひね、その松代公民館としてね、頑張っていただきたいと思うんですけども、話はね、ガラッと変わって、先ほどちょっとね、お話しし始めたんですけども、なんか趣味がなんかもう数え切れないほどたくさん趣味があって、いやそんなことはないんですけれどもね、まあ、あの私趣味っていうのは、まあ、結構人のやることは自分もやってみようっていう何でもやってるんですか？まあ趣味なんですけど、はいはい、盆栽については、まあ、大小合わせて50鉢ぐらいの鉢は持ってますけれども、うん、まあ、盆栽の建前っていうのはですね、私は、まあ、お金をかけないでやるというのが一つのモットーでやってます、うん、でというのは、まあ、あの山歩き山菜採りが好きですから、うん、そういう時にですね、うん、盆栽になりそうないい木々があったら目をつけておきまして、うん、で春先にね、うん、取りに行って、まあ、いい鉢植えにして楽しむということでやります、はい、あ、そうですか。武さん、はい、山歩きってうちの周り歩けば山歩きじゃないですか？まあそうですけれどもね、まあそういうことなんですけれども、はい、あとなんかスポーツもなんかされるそうなんですけど、まあスポーツも山に関係あるかどうか、ね、まあ、スキーはあの一応指導員の資格は持っておりますけれどもね、あ、まあ、私があのスキーの指導員の資格取った頃っていうのは、まあ、本当にあの老いも若きもみんなスキーをやった時代だったんですけれども、うん、そうですね、まあ、そんなことでですね、まあ、仕事の関係上、まあ、休みがありましたので、うん、まあ、シーズンに、まあ、40回以上はスキー場に、まあ、通ってたっていうことで。シーズンってあれ2ヶ月ぐらいあります？3ヶ月、まあ2ヶ月、まあ、よくて2ヶ月ぐらいですよ ね、はい、それで何、40回、40回ぐらいは行ってました。ということは何、まあ、ほとんど2ヶ月、計算合います？、ね、2ヶ月と、まあ、ほとんど月に2時間ぐらい行ってた、うん、ほとんど行ってたって感じだね。あら、仕事のスキーの方が多かったんだ。だから顔は真っ黒にの雪明けして、どこから出てきたんだなんて言われるような感じでしたんですよ ね、はいはい、今はあんまり行かない。今はね、まあ、夏だから行かないけどさ、ちょっと、まあ、遠のいているんですけれども、でもやっぱりあのスキーの仲間とは一緒付き合いをさせていただいてますけどね、はい、あ、そうですか、はい、まだ他にもあるじゃな い、一番のやつが、いや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 筆、まあ、筆なんかすごいらしいじゃないですか。いやいやいや、宮坂さんもご存知だと思うんですけど、まあ、一般の人より若干、まあ、うまいかなっていうような感じなんですけれども、やっぱりあの
書くことは好きです。で、まあ、なんか教訓やなんかちょっと見つけては書いてはいますけれども、うん、なかなかうまくはいかないのが現状なんですけど、ね、ご謙遜なさって。いやいやいや、なんかそこら中でなんかこう、いやいや、うん、みんな書いてるらしいじゃないですか。まあ、そんなことはないんですが、まあ、セルタ公民館の時もね、スポーツ大会で賞状やなんか、うん、まあ、手書きで全部書いてあげたら、まあ、非常に喜ばれたっていう部分は、それは喜ばれますな、あったんですけれどもね、はい、そうですか、はい、いやいやね、こんな趣味の話もっともっとお聞きしたいんですけども、趣味をお聞きし始めたらあと1時間ぐらいなきゃ足んねえんですよというようなことでね、はい、さ、申し訳ない、最後にね、はい、その松代の皆さんに、はい、その一言、何か一言でも二言ぐらいでもいいんですけどね。いやいや、1分ぐらい、まあ、公民館活動でやっぱり一番 大切だっていうか、難しいことはですね、人集めなんですよ。で、ね、職員がいくらいい企画をして、まあ、やってもですね、人が集まらないければどうしようもないっていうことがありますので、やはり皆さん方、まあ、自分にできそうだ、あるいは興味があるよっていうものがありましたらですね、いろんな講座あるいはイベント等に積極的に参加をしていただければありがたいな、と、うん、こんなふうに思ってますけど、はい、よろしくお願いします。コミュニティ、ね、たくさんこのイベントとかね、行事、講座やってますからね、はいはい、文化祭やったり、あといろいろ成人式もね、もう皆さん、はいはい、公民館の一大イベントでね、はい、やってますのでね、ぜひご参加いただきたいと。よろしくお願いしますね。竹内さん、今日本当にお忙しいところありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。見てなかった。お知らせです。あ、はいはい、どうぞ。これどうぞ。はい、どうぞ。はい、読んでください。真田丸企画展8月1日から9月30日まで、はい、10月16日から12月31日まで、はい、場所は旧日に樋口家住宅です。樋口家住宅ね、はい、わかりました。はい、これは午前9時、はい、午前9時から4時30分までですね、樋口家住宅。だいたいね、今日三田さんいなくてね、ぶっつけ本番なんですよ、今。読む前に持ってきて読ませるのもね、ひどいよね。後で、ひでえじゃねえかと言われそうですよね。だってすいません、そういうこと、そういうことやるんだら、あらかじめ用意しておいて、一回ぐらい読ませろと言いたいですね。はい。で、清水さんが言っております。ということで、はい。次、来週の予告、はい、お願いします。来週第249回、はい、しゃべくりますしろ、はい、8月3日は、おやきを語る、はい、ということです。はい、真っ白テレビ局の女性ディレクターの皆さん、はい、山本薫さん、はい、富谷みどりさん、はい、西澤俊恵さん、はい、西澤さん、はい、の出演です、はいはい、パーソナリティは伊藤光哲さんでいいですか。ちょっと今ないで、ファンキー伊藤、はい、ファンキー伊藤さんっていう方です。次は伊藤さんですって。え、伊藤さん。はい、ということで、どんな話になるんですか。どんな話になるんでしょう、はい、宮坂さん知ってんじゃないですか。ここにね、ネタ、カンペがありますね。おやきの魅力をたっぷり語りますだって、これだけだよ。おやきの、おやきの魅力って何ですかね。おやきの魅力は、松代の魅力じゃねえですか。
ツッコミ入れてますね、いやー今日はね、私、はい、おやきは、おやきは焼いたり蒸したり、あ、いろいろあるでしょ。新町の方行くとね、灰の中に入れてパンパンパンってやって食べるらしいんで、あれは硬くてね、なかなかね、年寄りには無理ですね、清水さん無理ですよ、だんだんとね、で、松代の焼きってのはほら、蒸して焼いて召し上がるのでね、柔らかくてうまいですよ。あ、そうですね、そうですね、はいはい、うちはちょっとまた揚げたりします。あ、はい、それはまた美味しいでしょうね、はい、もうあちこちのおやきをこう、はい、食べて、楽しみます、はい、そのような話もあるかもしれませんね、はい、そうですね、はいはい、ということで、来週はおやきの話ですね、はい、じゃあ、はい、伊藤さんのパーソナリティでお送りいたします。はい、ということです。お願いします。はい、今日はぶつか本番でした。いつもそうなんですけどね。はい、それでは来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。それそれそれくり松代。また見てね。